はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね、7月の14日日曜日でございます。世間はですね、3連休ということで、今日はね、中日でございますということで、今からですね、その3連休中日の東京ディズニーランド、今から一周回っていきたいと思います。いやー、久々ですね、3連休。いやー、もうね、だいぶ久々なのでね、きっとパークもね、混んでるんじゃないでしょうか。では早速行きましょうか、いろいろ。ちなみに今現在の時間ですね、19時でございます。中日のね、19時っていうことで、まだまだね、あのゲストたち帰んないと思うんですけれどもね、まあ、結構混んでるんじゃないでしょうか。さあさあ、ではね、今ね、ワールドバザールいるんですけども、まあ意外とね、この辺は空いてるように見えますね。まあスターライトですのでね、もうだいぶもうみんな今から入る方はほとんどいないと思いますのでね、うん、この辺はまだ空いてるようには見えますけれども、アトラクションとかいろいろ見ていきたいと思います。ワールドバザールなんか空いてますね。まああと30分でね、イーパレが始まるっていうのもあるのかもしれませんけれども、比較的空いてますね、ワールドバザールは。今現在ワールドバザール抜けました。この辺も非常に空いてるように見えます。まあ、今現在ね、門やってないんですけれどもね、まあ、そのせいもあるかもしれませんが、一応ね、まだまだね、梅雨が続いてるんですよね。もう去年はね、もう7月の初め頃には完全にね、もう梅雨明けしてめちゃくちゃね、暑かったんですけれども、で今年はね、未だに梅雨ということで、今日もね、15時ぐらいまで普通に雨降ってたんですね。なので、まあ、そのせいもあって、今日も意外と空いてるのかもしれませんね。すごい人いないですもんね。スターツアーズです。まさかのスタツはね、5分待ちなんですよね。19時で5分待ちって、全然今日3連休にしちゃめっちゃいいですよね。この辺も比較的空いてます、ね、ずっと向こうまでね、あんまり人いないですもんね。すごいですね、うん、やっぱ雨のせいなんでしょうかね、うん、まあ去年はね、35周年だったっていうのもありますけどね、激混みだったのはね。まあ、その分今年はやっぱ今のところは空いてますよね。ということで、この辺は非常に歩きやすいですね。あ、なんかスペースマウンテンもなんかそのまんまここ登れてますね、エスカレーター。そのぐらい空いてるのか。じゃあちょっと待ち時間見てみましょうか。あららら、あれ、今日本当に空いてますね。あら、これすごい、ほら、なんか誰もいないんですけど、ここ。あら、すごいよ。今日やっぱ空いてるかな、これ。なんだろう、これ。いや、なんか衝撃の少なさですね。スペマンもここまで行けてるみたいですね。こちら、ポップコーンですね。ポップコーンも誰も並んでいないですね。19時なのでね、ちょうどご飯時ではあるんですけれども、誰も並んでません。なんか、見た感じはね、普通のね、平日レベルの少なさのように見えます。あれ、まさかのね、こちらバズライトイヤーストロブラスター25分待ちですね。あれ、今日空いてますね。まあ、もしくはショーパレに行ってるのかもしれませんが、アトラクション超空いてますね。はい、スペースマウンテンです。スペースマウンテンもね、めっちゃ空いてますね。なんかガチで普通の平日レベルですね、今日は。35分だってよ、超空いてるじゃんね。なんででしょうね。そしてね、見てください、こっちまだね、スタツアのファストパス残ってるというね。はい、こんな感じでファストパスがね、まだ残ってます、スタツアの。そして5分って書いてあります。なんでこんなに空いてるんでしょうね、今日は。やっぱ午前中雨だったからかな。3度かい。まさかの王様万歳、抽選当たっちゃいましたね。相変わらず番号は変わってないみたいですね、表記は。この辺の通路はね、すごい今工事してて狭いんですけれども、めっちゃ空いてますね、今日ね。あの、まさかの抽選も当たるしね、今日やっぱ空いてるのかもしれませんね。未だにまだチケット残ってますしね。フィルハーマジックです。フィルハーマジックもね、めちゃんこ空いてます。もうそのままね、次の回行ける感じです。10分待ちです。
いや、空いてますよ今日は。コーヒーカップも、10人ぐらいしか並んでませんので、もうそのままね、中にね、もう次の回で行けちゃうみたいです。そして後ろの、キャラバンカルーセですね、ここもね、これしか並んでませんのでね、もう次の回で全員乗れちゃいますね。もうここの通路とか誰も歩いてないし、すごいですね。本当に空いてますね。今日どうしたんでしょうね、3連休なのにね。クイーンオブハートのバンケットホールですね。今がっつりね、夜ご飯時なんですけれども、普通に空いてます。スモアです。スモアの前もね、めちゃくちゃ空いてます。本当に平日レベルですね。いや、すごいね、3連休中日でこれ、はあ、これは予想外ですね。スモアも多分5分待ちでしょうかね。いや、本当にちょっと衝撃的なガラガラさです。この辺とかの通路も全然いないですもんね。すごいね。いつもはね、ファンタジーランドめっちゃ混んでるんですけどね。いつもは5分待ちです。もうそのまま中までスムーズに入れてますね。いつも混んでるね。暖房も今日空いてます。20分待ちです。雨とかも全然降ってないんですけれどもね。いや、暖房が20分っていうのは珍しいですね。ていうか、むしろ平日だとね、だいたい40分ぐらいなんですよ、このぐらいの時間。ということは平日よりも空いているということなんでしょうかね。はい、ホーンテッドマンション13分待ちですね。いや、すんげー空いてますね、13分。そしてファストパスやってないっていうね、相変わらず、ね、スタツアはやってたんですけどね、ホーンテッドマンション最近ファストパスやんないですよね。というか、やんなくても多分ね、あの、回るからっていうことだと思うんですけれども、まあ、そのぐらいね、今日はガラガラの予想なんでしょうね。きっとファストパスなくてもいいっていう感じなんでしょうね。ちなみにホーンテッドマンション今日の、ね、12時ぐらいは、ね、40分待ちでしたね。で、17時ぐらいに見てみたらもう13分待ちになってましたので、もう本当にね、空いてますね今日は。ハニハンです。ハニハンはね、ちょっとだけ混んでるみたいですけども、ほんとちょっとだけですね。はい、35分待ちです。35分か、めっちゃ空いてますね。ハニハンで35分か、本当に平日レベル、もしくは平日以下かもしれないですね、この待ち時間は。ポップコーンも空いてますね。一組しか並んでません。あっちのハングリーベアレストランもスムーズに中入れてますね。もう完全にご飯時なんですけれども、そしてこの辺もめっちゃ歩きやすいですね、ビッグサンダーマウンテンの前。このガラガラ加減だとビッグサンダーマウンテンもそんなに待ち時間行ってないんじゃないでしょうかね。ビッグサンダーマウンテン結構混んでますよ。ここまで来てますね。これは待ち時間ちょっと期待できるんじゃないでしょうか。40分待ちですね。どうやら今のところ一番混んでるのはビッグサンダーマウンテンのようです。まあ、それでも40分待ちっていう ね、一番混んでるアトラクションで40分ですよ。最高ですね。ということでね、ウエスタンランドなんですけども、めっちゃ空いてます。この辺もほとんどね、人通りない感じです。で、今ね、ほぼ一周してきて7時半なんですけれども、あれ、そういえばイーパリやんないなと思ったら、今王様タイム2回あるんで8時15分からなんですよね。そういえば ね、完全に忘れてました。ということで7時半なんですけれども、まあ、で、イーパレの方にね、人取られてんのかなと思ったら、イーパレもね、そこまで混んでなくてですね、普通にあの最前立ち見ですね、あの取れるところありましたし、まあ、王様タイムは確かに混んではいるんですけれども、まあ、普通の平日レベルかなという感じですね。アドベンチャーランドです。アドベンチャーランドもめっちゃんこ空いてますね。なんかこの辺とか全然人通りないですもんね。なんでこんな空いてんだかちょっと理解不能ですね、ジョマジは。これでも3連休の中日なんですがね、不思議ですね。やはり雨なのか、それとも周りでいろんなイベントをやってるのでそっちに取られていたのか、もしくは35周年がめちゃくちゃ混みすぎて、今年は一家みたいな状態になってしまっているのか、今年は
だいぶ空いております。はい、ということでジャングルクルーズ行ってみますが、あでも一応そこまで列はできてますね、ジャングルクルーズ。まあ、でも中まで比較的スムーズには入れてるので15分ぐらいですかね、きっと。ジャングルクルーズは10分待ちです。めっちゃ空いてました。はい、一周回ってきました。今現在カリブの海賊の前ですね。カリブもまあ5分でしょうね、この少なさだとね。いや本当に平日って感じでした、今日は。明日混むのかな。でもやっぱ中日なんで今日が一番混んでると思ったんですけれども、まあそれでもこれなんでね、やっぱ5分ですね、むしろ0分ですね。これは非常に空いてるね、今日は。最近はね、なんかちょっと予想不可能ですね、パークは。混んでるんだか混んでないんだかって感じ。まあお昼はね、まあぼちぼち混んでました、確かに。まあそれでもね、最高75分ぐらいのね、まあ全然100分とか全然全く行かないぐらいのレベルではあったんですけれども、まあ、C はね、まあ、遠い間にが140分ぐらい行ってましたかね。なので C の方が比較的最近は混んではいます。だけどね、今7時にのディズニーシー見たらそこでもまで混んでないのでね。やっぱ夜になるとみんな帰っちゃうのかな。でも明日休みだから普通に10時まで残ってるとは思ってたんですけどね。ワッフルもまあこの辺ですので、まあ、10分待ちぐらいですね。空いてる。はい、ということで本日はですね、7月の14日日曜日でございます。明日もですね、祝日ということで、今日はね3連休の中日だったんですけれども、非常にパークは空いておりましたね。本当に中日とは思えませんね。まあでも、まあ、そろそろね来週ぐらいから夏休み入りますから、まあ、来週ぐらいからねもう一気にねドーンと混むんじゃないかなとはね予想してますので、まあ、嵐の前のね静けさっていうのはまさにこんなことを言うのかなと思っております。まあ、一応ね昨日もね30分ぐらいインパしてるんですけども、昨日も全然空いてましたし、今日もねこれだけでしたしね。やっぱり3連休の中日が一番混みますので、明日も、まあ、多分今日以下ぐらいなんじゃないかなと思います。でしかもね明日ねまたがっつりの雨なんですよ、ね、70% なんで、むしろ今日よりね雨降るんじゃないかって予想されてますので、多分明日も普通の平日、下手すると平日以下なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後に告知なんですけれども、9月の14日土曜日ですね、ジョマジの単独ライブ第2弾がございますので、ぜひ皆さんね見に来てください。詳しくはね下のコメント欄にね載っけておきますからね。はい、ということで、今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。あ、なんかジョマジ TV の視聴者さんらしき人にめっちゃ手振られてます今ね。バイバイ、ね、ありがとうございました。